ブーブーハローマイホーム。不動産業界のヒカキンこと大津社長です。6畳一間のシェアハウスから株式上場を目指して情報発信してます。ぜひチャンネル登録お願いします。ビジネスや不動産などなどについて発信していきます。まあ、ラジオ感覚で聞けますので気軽に聞いてもらえたら嬉しいです。今回の内容は人が辞めない会社経営という真面目な内容です。今まで大津社長って名乗ってた割には社長らしいことってやってないんですよ。レオンとか出ましたであるとか、まあ、結婚相談所とかで呼んできましたとかね、そういう自分が会社の社長らしいことって何もできてないんですよ。皆さんの中には、大津社長って言ってるけど、本当に社長なのか、ちょっと疑惑が出てるんじゃないかなというふうに勝手に思ってます。そこで、大津社長が嘘の社長じゃないってこと、本当のリアル社長であることを証明するためにも、そういった動画も出していきたいかなと思ってます。で、私は、約4年ほど前から介護の会社に出資したオーナーとして関わっております。で、現在その会社取締役でもあります。詳細については別の動画でありますので、そちらをご覧してください。では今回は人が辞めない会社経営というテーマで動画にしたいと思います。まず私の実績を簡単に紹介したいと思います。私は介護の会社をやりたいという40代の夫婦に700万円を出資し、現在会社4期目になります。この会社に関しては私を抜いておりますが、今社員が7名、社員は今まで1人しか辞めてません。1人がなんで辞めたのかっていうのが大変言いにくい事情なんで、ちょっと言うの避けますけども、うちの会社が嫌だから辞めたわけじゃなくて、その1人がいろいろやらかしたから、まあ、自主的に辞めたというような状況です。詳しくは内緒です。でそういった形なので、基本的には介護の会社って大体離職率が 20% から 30% ぐらいで言われまして、10人いたら1年間で2人か3人辞めるという結構ブラックな職場で、入れ替わりが激しい、結構きついしんどい、そういったイメージがあるかなと思います。そんな介護業界の中でも、まあ、弊社は障害者の訪問介護といって、特にしんどめの仕事ですので、割と離職率が高めな業界になります。にもかかわらず、どうしてほとんど人が辞めていないのかということについて、まあ5つのポイントがあるかなと思いますので紹介したいと思います。では1つ目、まあそもそも論なんですけども、辞めそうな人を採用しなければ辞めないんですよ。だから辞める恐れがある人間っていうのは採用しないようにしてます。じゃあどういう人を具体的に採用するのかと言いますと、地域に密着してこのままずっとやってくれそうな方、例えばなるべく年齢がいってる方を採用したいなと思ってまして、若い方よりも40代50代ぐらいの方と積極的に採用してるってあります。大体うちの主力としては40代後半ぐらいがメインの方になってまして、多分平均年齢でも40代半ばぐらいが会社の平均年齢になるんじゃないかなと思ってます。基本的には若かったりするといろいろライフイベントが起きたりとか、そういうことがあるので、まあ、そういう方はなるべく採用したくないかなというふうに思っているのと、能力が優秀な方を採用するのは当然なんですけども、ある程度人生経験があるような方を採用したい、そういうふうに考えているところもあります。次に行きたいと思います。人材紹介会社を使わないというのがもう一つのコツです。辞めない人ということなんですけども、その人の状況的に辞めないだけではなくて、人間関係のつながりとかも重要視してまして、ハローワークとかで来た人とかで何もつながりもないから、意外に気軽にポイって辞めやすいんですけども、人材紹介会社はお金を払えば誰か連れてきてくれますけども、まあ当然お金を払わなきゃいけないということと、結構高いんですよね。1人50万とか100万とか平均かかります。で、介護の会社の年収はそんな高いわけではないので、それはかなり痛手になるかなと思いますのと、紹介料の分を従業員さんの給料で多く出せれば、その分従業員の満足度も上がるんじゃないかなと思ってます。また、紹介会社とか、まあ、ハローワークはただなんですが、そういうところで呼んでしまうと、まあ、全くつながりがなくて、しがらみがない人材が来てしまうので、割と、つながりもない分、辞めやすかったりもするんじゃないかなと思ってます。まあ、昔から、コネ採用って悪いっていうふうに言われてはいるんですけども、弊社は全員は、いわゆるコネ採用です。コネがない人間は、逆になんか安心ができないというか、まあ、コネがある人の方がいいんじゃないかなというふうに思ってます。で、三つ目が、高い給料を出すっていうことよりも理不尽さをなくすってことを意識してます。まあいっぱいお金あげれば辞めないんでしょって思ってる経営者の方も結構いるんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、人ってね、お金だけでは動かなくて、まあ、納得できる職場環境とかそういう条件とかすごく大事かなと思ってます。でもサービス残業があったりするとどんだけ給料払ってもよくないですし、あと会社で使うものを自分でお金を出さなきゃいけない、そういう理不尽さがあるとかなり満足度って下がるかなっていうふうに僕の経験からも感じてます。で、うちはどうしてるのかというと、サービス残業とかそういうのを全部なくしていくっていうことと、あとは経費精算ですね。
例えばボールペン1本とかでも会社で使ったお金に関しては領収書を持ってったらもう完全に100円からでも精算しますよっていうのはすごく言ってます。これは割と従業員さんにも喜んでもらえて、まあ、じゃあ任せてる人間にも従業員さんに領収書があったら出しなさいよ、普通だったら100円とか200円出すなというふうに言う経営者も多いんですけど、うちはもう領収書があったら出せ出せというふうに言うような形で、少しでも公平感がある納得できる職場環境とすごく意識してます。で、4つ目は海外旅行です。コロナがあったので去年は行けなかったんですけど、一昨年はなんと台湾にね海外旅行行けました。そんな高くなかったの、一人多分5、6万ぐらいで行けたので、割と安く、費用対効果はすごい良かったんじゃないかなというふうに思ってます。で、多分ね、動画を見てもらった方に、海外旅行そんな行きたくねえよ、会社の海外旅行行きたくねえよと思った方多いんじゃないかと思います。私、前職サラリーマンでメーカーの営業したんですけど、もし会社で海外旅行行くって行きたくないんですよ。それが大事なんですよ。何が大事かっていうと、すごく仲がいい先輩とか同僚とかと一緒に海外旅行行きたくないですか？私は前職の仲いい先輩とかと沖縄一緒に旅行行ったりとか、そういったことはあります。うちの会社っていうのは、少人数で結構みんな仲がいいんですよ。だから割とみんなで海外旅行行こうぜって盛り上がるんですよね。海外旅行行くって確かにそれはすごく大事なんですけども、そもそも仲がいいから楽しくてみんな行きたがるんですよ。そういう職場作りをするってことがすごく大事かなというふうに思ってます。それができるのが多分今社員7人ぐらいだからできてるんですけども、それが例えば20人30人40人になると多分できないので、主に小さい会社向けの話かなというふうに思います。あとね、もう一つは、メーカーの営業マンだった時は、僕自身も仕事でも海外に行くことが多くて、ゴールデンウィーク、お正月とかに結構海外旅行行くってのは普通なんですけども、意外にね、介護業界の人って、海外旅行行かない人がほとんどなんですよ。介護士の方はほとんど多いですね。生まれて初めてパスポートを取った人っていうのが、一人以外はもう全員初めてパスポートを取るという形で、初海外で皆さんすごい楽しみだと。自分ではなかなか企画していこうと思わないんですけども、まあ人間関係がいいだけじゃなくて、会社が海外連れてくれるのは嬉しいということですごく楽しみにしてるっていうのを聞いてます。またこれはね、まだ続けていけるように頑張りたいなというふうに思ってます。で、5つ目は、管理する人間がすごく大事かなと思います。実は私、介護の会社の経営者と言いましたが、正確に私社長ではないです。まあお金を出しただけなので、株式 100% 持ってるの実質オーナーではあるんですけども、社長ではないです。実際に現場を管理しているのは社長であったりとか、現場の幹部従業員が従業員を管理しているとなります。以前の、まあ概要欄にリンク貼ってるんですけど、私がなぜ700万投資したのかっていう動画を出してるんですけども、まあその時に投資したきっかけが、管理を任せてる方が、まあ、すごく優秀だと思ったと。実際、お仕事をやってもらっても、すごく優秀で、まあ、従業員さんの心をわしづかみしてるんですよね。まあ、そういう優秀な方だったので、うまく回ってるかなと思います。で、5つまとめますと、辞めるそうな人を採用しない。2つ目が、人材紹介会社を使わない。3つ目が、高い給料ではなくて理不尽をなくす。4つ目が、まあ、海外旅行に行けるような職場環境を作る。で、5つ目が、管理者が優秀。こういった、この5つの要因がかなり低離職率で維持できている原因かなというふうに思ってます。私のチャンネルでは不動産やビジネスに役立つ内容をどんどん発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。また私とコラボしてくださる方、企業案件くださる方お待ちしてますのでよろしくお願いします。